はい、というわけで今回の動画はこの誰にも相談できない中小企業のお金トラブル解決大全っていう本の中で紹介されている、個人保証をめぐる金融機関と、会社とのせめぎ合いをテーマに個人保証の外し方なんかを解説したいなというふうに思います。本書の構成なんですけれども、10章立てになっています。で、今回サンプルとして紹介するのはこの2章になっています。で、2章は銀行が個人保証を全く外そうとしてくれませんっていう話なんですが、この話そのまんまなんですよね。社長が個人保証をしていて、で、その個人保証を取ってほしいっていうふうに金融機関にお願いするんですけれども、金融機関は取り合ってくれないと。で、真面目にやってるのに取り合ってくれないから、じゃあもう金融庁に連絡しましょうみたいな話になってて、要は喧嘩状態になって、最終的には会社の方が正しかったから保証を外すことになったっていう事例になっていますが、結構後味の悪い外し方になっています。で、私の自己紹介なんですけれども、会計事務所の代表をしていて、でメインとしては創業融資、その企業のサポートをしているんですけれども、で、融資を受けるとき、日本政策金融公庫の新創業融資とかだったら無担保無保証だったりするんですけれども、保証協会を使う場合は個人保証とかが必要なので、そういうものの制度の説明なんかもすることがありますし、で、そもそも、顧問とかに入っているところで個人保証取られているようなところとかもあったりするので、いや、結構重要な論点かなというふうには思っています。で、この事例のポイントとしてこの3つがあって、で、特にここについてしっかり説明したいなというふうに思います。で、まずは個人保証が必要かどうかっていう話なんですよね。これは結構重要な話かなというふうに思っています。で、個人保証を外したいっていうふうになったら、その金融機関との交渉が基本的には必要になります。本書では監督官庁への通報も喧嘩状態になってるんですけど、通常そこまでいかないことが多いのかなっていうふうには思うんですけれども、もちろん最後の手段としては残されてると。で、その個人保証を外してほしいっていうふうな話になった時に、ただただ要求するだけじゃダメなんですよね。要はその経営者保証ガイドラインっていうのがあるんですが、それを守って金融機関と交渉して初めて外れるっていうことになるので、この経営者保証ガイドラインっていうのが重要になります。で、まずは個人保証が必要かどうかっていう話になるんですけれども、担保がいるかどうかっていうところに行き着くわけなんですけれども、で、事業用の融資って原則そのビジネスでお金を返済するっていうことになるんですよね。で、この個人保証をつけるとどうなるかっていうと、もしビジネスがダメだよってなった時にプライベートなものを持ってかれてしまうっていうことになるんですよね。だから、そのお金を借りたくないわとか、あるいはその融資の金額を少なくするみたいなことがあるから、だからその個人保証ってそもそも問題があるんじゃないのっていうふうに言われてるんですよね。確かにそういう側面もあるんですけれども、最初の1回は仕方がないのかななんていうふうに個人的には思うんですよね。ただそのじゃあその10年の融資を受けましたと、で5年何も問題がなくて、あと5年も問題なさそうですだとか、あるいはその1回返済しましたと、もう1回借りますって言った時に、もう再度個人保証がいるのかっていうのは、考えても見直してもいいのかなっていうふうには考えています。で、今まではずっと会社の立場から考えていましたが、金融機関の側から言うとやっぱり何らか資金的な裏付けが欲しかったりするんですよね。だからさ、なかなか個人保証って外せないところではあるんですけれども、その個人保証を外すために経営者保証ガイドラインっていうものがあるんですよね。で、ある一定の条件を満たせば、それはもう金融機関だってもう個人保証外してもいいんじゃないですかみたいな話が出てくるんですね。で、この要件っていうのが厳しいっちゃ厳しいんですよね。で、大きく3つのことが要求されていて、要はその会社と社長とのお金が切り離されていること、で、もう一つは財政基盤が強化されているっていう話と、で、
経営の透明性っていう話なんですよね。で実際例えばこの1番だったとしてももう少し細かい項目がいくつかあるんですけれども、2番も3番も同じなんですが、それをまあトータルで考えるとこの3つの項目に分かれると、まあ、これをしっかりこう達成できれば経営者保証は外れますよっていう枠組みになっているんですよね。で例えばその会社と社長とのお金が分離されてるなんていうのは当たり前っていうふうに思うかもしれないですが、結構これも難しくてですね、例えば役員貸付金なんかがあるとそれはもうその分離されてないっていうことが一発で分かっちゃうから、まあ、そういうものあるいは建て替え金だとか仮払い金みたいなものを出さないみたいな話につながってきます。で財政基盤強化されてるっていう話はまあおおむね2つあって、要は利益が出てるかっていうのと、それと債務超過じゃないことっていうことなんですね。で事業用の融資ってその利益、まあ、利益から出てくるキャッシュフローで返済する、まあ、それが十分あるかっていう話と、そもそも累積の赤字がたくさんないかっていう話ですね。債務超過になってないかっていう、まあ、そういう二方面からを考えることになります。で3番経営の透明性、まあ、これが一番まあなんていうか、取り留めのないことを言ってると思うんですが、まあ、とりあえず適法であることとか、あるいはその会計基準、要はその簿記のルール、会計のルールをしっかり守っているとか、そういうレベルの話だったりとか、あるいはその試算表ですよね。その適時適切に試算表を作ることができるかみたいなものがあったりしますね。まあ、月次決算をしていればそんなことはまあ問題ないんですけれども、まあ、月次決算できてないところもたくさんあるんで、もちろん会計する方はこういつでも準備できてるんですけど、資料の提出は会社にお願いすることになるから、まあ、真面目な会社と真面目じゃない会社だとか、あるいは結構事務能力の低い会社とかもあったりするので、まあ、これはまあ頑張ってくださいねっていう話になるんですね。この3つをしっかり達成できましたって言ったとしてもっていうところがあるんですね。で、まあ、この3つが、まあ、達成されたとしても、即個人保証が外れるっていうことにはならないんですよね。金融機関との交渉がまあ必要になると。なので、これまあ1年かけて準備しましたってなって金融機関に行ったとしても、まあもうちょっと足りないところがあるから来年行きましょうとかっていう話になったりするってことなんですが、これを何回も何回も繰り返していると、例えばその金融機関はこことここみたいなものがあって、まあそれをしっかりクリアしましたってなって持っていったらまたこことここみたいな話になって、そもそも個人保証外したくないだけみたいな話になると、金融庁に通報みたいなことにつながっていくんですね。で、金融機関との交渉、まあ金融機関の対応としてまあこの3つあるのかなと。で、この3つ、この順番でやっていったらいいのかなと思うんですが、まあまずは粘り強く交渉ですよね。交渉、しっかり交渉するっていうことですね。まあそれと同時に他個への働きかけもやったらいいのかなっていうふうに思います。で、例えばこの3つをしっかり守れてる会社って、そのどこの金融機関から考えてもいい会社なんですよね。だから金融機関はいい会社と取引したいから取引に応じてくれる可能性もあるし、そもそもそのライバルの金融機関からお客を奪うっていうことにつながってくるんですよね。だから他の金融機関がこう行っている融資をこう奪ってくることになるんですよね。それはまあもちろん競争しているライバル関係にあるから、そう取った取られたっていうのはあり得る話なんですよね。したらそのまあちょっと攻めてる銀行とかがあるんだったら、そこに持っていったらもちろん個人保証なしでやって、あそこの銀行は個人保証ありますけどうちは取りませんよ、だから買えませんかみたいな話になり得るのかなっていうふうに思います。で、じゃあまあ既存の金融機関との交渉の中でやっぱり交換条件とかもまああるのかなと、まあ利息の増加ぐらいだったらまあ応じてあげてもいいのかななんていうふうには思うんですよね。今は 2% でしたと。で、個人保証外すんで、まあ、2.3% でどうですかみたいな話ですね。だから個人保証を外す、ひいてはその何か失敗したとしても
個人資産を持っていかれないっていうその安心感を 0.3% の利息で買うことになるんですけれども、まあそういうようなこともありえるのかな。だからこの1と2をしっかりやっていって、でやっぱ無理です、特に1が全然真面目に応じてくれませんって言ったら3につながってくるんですよね。でこれ本書、この本の中のこの2章の中で本当に喧嘩になってるんですよ。で、あのこれこの事例はオーバーだからひどいなとは思うんですけれども、このしっかりやっていることでこう金融機関が対応しているわけじゃなくて、どちらかというともう応じませんから、その通報でも何でもしてくださいみたいな、本当に喧嘩みたいな状況になってるんですよね。でこれ売り言葉に買い言葉で、まあ、今回は通報してるんですけれども、実はこれモンハンのツール機でもあるんですよね。もしこれで通報して、まあ、会社の方が有利であれば、まあ、それは価値なんですけれども、金融機関の方にこう利がある、金融機関の方が正しいよってなったら途端に苦しい立場に追い込まれるわけなんですよね。だからこの最後の手段っていうのは一方的に使えるわけじゃなくて、やっぱりその本当に正しいっていう前提で使わないといけないっていうことになるんで、これは注意が必要になります。だからできればやりたくない、できればしない方がいいっていうことにもなります。まあその会社にとっても金融機関にとっても、まああまりいいものではないっていうことになります。なのでなるだけここで収められるようにしたらいいのかなっていうふうに考えています。で、まあ、個人保証については、まあ、通常運転の時に外してほしいなって思う人もあるし、その事業承継ですよね。事業承継の時にその親が経営者保証入ってて、でそれがそのこの代に引き継がれることによって経営者保証も引き継がれるっていうのが嫌だ、まあ、ここに二の足を踏むとかっていう時もあるんですよね。だからまあ個人保証ってまあどちらかというとなるだけなくした方がいい実務ではあるんですよね。だけれどもまあまあその一番最初に取られてしまうっていうのは仕方がないのかなっていうふうに思うんですが、その1回目の融資が終わった後とかにこう働きかけてみるだとか、ある程度まあ実績半分とかを返済した時に言ってみるとかっていうのがまあ重要なのかなっていうふうに思いますし、これに関してはその金融機関の交渉っていう話で、その3ヶ月とか半年とかすぐ外れるもんじゃない時があるんですよね。1年2年かかったりするし、やっぱりその決算書をしっかり作るっていうところも重要になってくるから、やっぱりまあ税理士だとか、まあそういう専門家の人にお願いするのがいいのかなっていうふうに考えています。もちろん僕も声かかったらしっかりやりたいなっていう、本当に意味があるなっていうふうに思っているんで、節税商品とかって本当に意味があるんかなっていうふうに思う時があるんですけれども、この個人保証外すっていうのはその会社にとってはすごいメリットのある話なので、まあ、積極的にやっていきたいなっていうふうに思います。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどがあれば嬉しいです。またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。